こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。ロシア軍が不法占拠するクリミア半島でロシア当局の警察がナイトクラブを急襲し、ウクライナ人経営者やスタッフらを逮捕拘束しました。今日はこのことについてお話しします。ロシア当局の警察が急襲したのは、ロシアが不法占拠するクリミア半島イェウパトーリアの国際通りにある町長カラオケクラブという名前のナイトクラブです。これは翻訳せずに現地語の発音そのものが町長カラオケクラブです。看板には町長飲んで歌ってと書いてあります。それではロシア当局がナイトクラブを急襲して、クラブにいた経営者やスタッフなどを逮捕拘束した時の様子をご覧ください。Фамилия, имя, отчество? Терасян Арман Самвелович. Дата рождения? 22.06.1993. ロシア当局の警察がこのナイトクラブを急襲した理由は、この店がロシア国歌やその他のロシア愛国歌の演奏を拒否したというロシア人からの密告があったからだということです。この理由によりクラブの経営者やスタッフたちは逮捕拘束され、罪に問われることになるということです。ロシア国歌の演奏を拒否しただけで逮捕される、これがロシアというファシスト国家の実態のようです。なお、ネットにはアメリカ人の女性から次のような投稿がありました。このクラブの名前を覚えておきましょう。ロシア人占領者が追い出されたとき、この店はクリミア半島で一番の人気店になることでしょう。偉大なるウクライナの愛国者たちよ。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。Фамилия, имя, отчество? Терасян Арман Самвелович. Дата рождения? 22.06.1993.